であるるる主に井戸で用いらられれのが見かけられるポンプで組み出される水シリンダー内をピストン、パケット、あるいは棒ピストンが上下に往復運動を行って、あるいは隔壁に鮮度を与えて低所にある水を吸い上げるものである。ハンドルを人力によって上下すると、シリンダー内のパケットに往復運動が与えられ、パケットが硬化すると、 水の溜まりから立ち上がる吸い込み管の上端にある吸い込み弁が閉じてパケットの突出弁が開く。最初はパケットの上下運動で吸い込み管とシリンダー内の空気が排出され真空状態に近くなるから水の溜まりの水面に作用される大気圧によって水は吸い込み管内に上昇しパケットがシリンダーの下端から 上昇運動を行うとき吸い込み弁が開き水はシリンダー内に入る。パケットがシリンダーの上端から加工運動を行うときには吸い込み弁は閉じと出弁が開きシリンダー内の水は土出弁の上に来るから次の上昇運動のときパケットの上面の水は土出口から吐き出されそれと共に吸い込み弁は開き吸水が行われる。浅い土用ポンプでは 大気圧によって井戸水を吸い上げる。ハンドルに連結されたピストンは本体内部を真空状態にする。そして大気圧によって水が吸い上げられシリンダー内部に入ってくる。すなわち理論上大気圧である1気圧分の10メートルまで組み上げることができる。実用上は吸い込み上げほどは最大7から8メートルまでである。ただし、 ハンドルが短い小型ポンプでは、用水パイプ内の水の重さに耐えて跳ね上がりなく、日常で安全にスムーズに組み上げるには2から5メートルが最大である。打ち込み井戸では不可能だが、掘り井戸では深井度用手押しポンプに改造できる。その方法は、中間シリンダーを使う方式と、水中シリンダーを使う方式がある。考案、開発についての正確な資料はないが、 紀元前三世紀のギリシャ人、クテシビオスという説がある。クテシビオスは、エジプトのアレキサンドリアに住み、父親の床屋家業を引き継いでいたが発明の才能があったようであり、水時計やパイプオルガンなどの原型を考えたが、それらの記録の多くは失われている。しかし、紀元前二世紀に書かれている、ファイロ・オブ・ビザンティウムに記されていたことから、 かろうじてその内容が判明している。その中の一つに、水を高いところへ押し上げるポンプがある。このことは、大気圧の発見でもあったが、クテシビオスはそのことは、気がつかなかった。この技術が、現代まで伝えられるには、千年以上の空白期間があり、トルコのアラブ人であるエール・ジャザリが記した、技術書まで待たなければならなかった。大正時代から、 昇進ポンプと呼ばれる手押しポンプが広島で作られ、また名古屋地区にてが柄ポンプと呼ばれる手押しポンプが中造量産され始めた。昭和十数年頃から各家庭の台所や裏庭に普及させるために開発し、現在の戦後主流になった t b 式自在口が柄ポンプが現れ、それはガチャポンの名で呼ばれた。特に昭和三十年代後半、 水道が普及するまでは、日本中のどこの家でも見られた。また、隣のトトロで、メイとサツキがこの井戸で水を汲むシーンが有名になった。ため、トトロの井戸ポンプの愛称で、現在も親しまれている。その後、次第に、電動井戸ポンプに置き換わり、さらに、水道の普及によって、一般家庭では、井戸が使用されなくなり、農事用以外ではあまり見かけなくなった。しかしながら、 阪神、淡路大震災以降、災害時の生活用水、雑用水の確保に大いに役立ち見直されるようになり、各自治体によって災害手押しポンプ井戸登録も行われている。公園や公共施設にも多く設置されるようになった。現在でも寺院の墓地の水汲み用の井戸として使われることが多い。水道の蛇口と違って水が出しっぱなしになることがなく、 震災時にも利用できること、風情があり、子供への教育になることや、構造がシンプルであるため壊れにくく、メンテナンスが簡単であること、などが、メリットに挙げられる。友柄ポンプ型メーカーは戦前戦後からの旧社と1971年頃からの、後発の模倣品の一社。昇進ポンプ型メーカーは、戦前からの一社と1975年からの、 後発の一社がある。近年ステンレス製のものが二社から発売された。東日本大震災時期前後から避難所に設置するマインホールトイレ向け仕様の移動式昇進ポンプ型手押しポンプも数社から販売されている。ありがとうございます。